南城市は沖縄ワールドへやってきました。前回番組初ゲストの田崎さくらさんと沖縄ワールドを散策した具志堅さん、昔の沖縄に来た感じになりますね。スジグワって言うんだよね。そうですね、スジグワ。何これ、何あんまり含みすぎるとむせますので気をつけてください。わ、大丈夫ですか。なんかふわふわシュワシュワしますね。今回はその続きから。こちらちょうどちびっこちゃんたちが見てくれてますけれども、あ、はい、こちら、いや懐かしいな。パイナップルですね、失礼いたしました。パイナップルですよ。俺、石垣島で中学の時にアルバイト、収穫を1日50セント。石垣の方って言ったらもっと畑ものすごい広いですよね。だからこんな大きい籠だよ。籠にこれ乗せて、こうやって取って、ちぎって乗せるの。あ、グアバ。はい、グアバ。グアバ大好きです。いや、終わったね。あれも8月だから。なかなか本土の方だとね、生の実をいただく機会っていうのがないんですけど、うまいんで、匂いがするよ。あ、もう熟した匂いが、そう、ここからするんですね、あれば。うん、あれば。沖縄を離れておよそ半世紀、具志堅さんの知らない沖縄県産を巡る旅、具志堅さん。ほら、分かりますか、何の果物か。ありますね。これはカットすると星の模様入りというか形になります。スターフルーツですね。スターフルーツ、そうなんです。そうですよね。あ、大丈夫ですよ。これね、本当あんま大きくならないのよ。あ、ちっちゃめの島バナナは。へえ。来てね、熟するのがすっごい時間かかるのよ。切ってから20日とか1ヶ月なのよ。潰しますもんね。そう、だから誰でも食べられないように毛布で組んでタンスの中にいるとか。いや、バナナをですか。貴重な食べ物よ。我々は60年ぐらい前だから。珍しいフルーツたくさんありますね。あるんでしょ。具志堅さん、さくらさん、はい、いろいろ見ていただいて、フルーツ食べたくなられましたか？はい、いや、だからもう俺我慢できなかったのよ。フルーツ、どこでフルーツ食べよう、ね、食べたいよ。なんか匂いがしてきてるし、はい、もう看板もあるし、ちゃんと、もう、はい、そうですね、看板ございます。いや、ほら、じゃあこのままフルーツパーラー、これこれ、はい、店の方に入らせていただきます。フルーツパーラー、いや、来た来た来た。いろんな果物を見て回ったら、それは食べたくなりますよね。休憩しながらフルーツタイムといきましょう。はい、お待たせいたしました。はい、では、はい、フルーツカットしてまいりました。いや、はい、パイナップルとスターフルーツ、それからこちらの方はグアバーですね。グアバーですね。はい、ねえ、さっきなっていたパイナップル、なってたパイナップル、目の前で食べるの。あ、甘い。甘い。うん、いただきます。いや。うまいね。みずみずしいですね。ね。おいしい。見た目とやっぱり中切ったら違うね。スターフルーツなど。これがなんかね、スター。これフルーツって言うんだけど。すごい可愛いんですよね、星の形をしていて。美味しい、これ。良かったです。ありがとうございます。うん。うわ、すごい。初めての感覚です。気に入っていただけたのなら良かったです。ありがとうございます。シャキシャキしてますね。ですね。歯ごたえ、梨みたい感じですかね。うんうんうん、シャリシャリしていて。はい、水分多くて、うん、あ、ほのかな甘みで美味しいですね、これ。グアバのね、なんか匂いがしたから、うん、これ。うわ、懐かしいな。懐かしいですか。うん、いや、うまいね。こちらはフレッシュな
取り立てのものはいかがですか。いやフラッシュのね取り立てがねこれが絶対美味しいと思うんだ。これいいですか、私もいいんですか、いただいて、はい、どうぞ。これありがとうございます。お好みになんかいいですね、こんな垂れて出てたね、うん。取り立てのお味ですかね。こんなにもちもち感があるんだろうか。まあやっぱね取り立てなのでねもちもちしてるんじゃないですか。安定の美味しさです。安定でした。美味しいですねやっぱり。なかなかここでしか食べれないんですよこの美味しさは。ね、沖縄でしかなかなか食べれないですよ。あ、美味しい。パッションフルーツもいただきます。うまい。冷たくて美味しいですね。ありがとうございます。はい、では私の案内はここまでになるんですけれども、今日は沖縄ワールドいかがでしたでしょうか。あら、もうお帰りなんですか。早いですね。うわー、もうちょっとね、回れたいな。早いですね。だけど、まるまる1日遊べるね。そうですね。やっぱり2時間、3時間では時間足りなかったよというお声が多いので、面白い、うん、半日はお時間作って遊びに来ていただきたいですね。だよね、まだゆっくり来れるね、ここね。はい、そうですね。うん、いい沖縄の歴史とか自然とか、うん、もう食も楽しみつつ、うん、ありがとうございます。ぴったりですね。沖縄のここはぴったし、うん、丸ごと沖縄楽しめちゃいます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ところで沖縄ワールドといえば曲線堂が有名ですが、すぐ近くに鍾乳洞と亜熱帯の森が織りなす神秘の空間があるんです。その名もガンガラーの谷。カンカンのことガンガラって言われたっけ。あ、そうなんですか。入ってないな。初めてですか。カンカラー、カンカラーですかね。自然の中になんかお店がある感じですね。これなんですかね。行ってみましょうか。つららが固まったのもん。ここからは具志堅さんの知らないガンガラーの谷で、ここに何かあるよ。見る。具志堅さん。呼ばれてます。具志堅さん。あれ昔の彼女かな。こんにちは。もしや。違うよね。ご案内してくださる美瀬さんですかね。はい、美瀬です。あ、あそれ失礼します。多いですね、ここ。はい、他はもう天然の鍾乳洞、洞窟ですね。鍾乳洞。これは。そうですね。今現在は鍾乳洞なんですけども。自然。自然の洞窟です。はあ。雨水がポタポタ落ちてきて、地底の中で川となって流れていくんです。その川が削り取っていった空間がこの洞窟なんですよ。実はですね、大昔古代人が生活をしていたっていう場所でもあるんですよ。ここで、はい、じゃあの奥の方とそこの手前の方、発掘調査を行っています。そう、もう実際にですね、はい、いろんな年代の人骨とか道具も出てるんです。出てる、はい、いや、これはこちらが発掘現場なんですが、ここから出たのがこの世界最古の釣り針。いやこれ、これさ、はい、23,000年前ってよ。3000年前、はい、何石器、なんかもう想像できないですね。石器時代、いや旧石器時代、旧石器だ、旧石器時代、はい、そうなんです。そして皆さん、あの旧石器時代といえば港川人ってご存知ですか。聞いたことありますか。港川人、こんな方なんですが、あの、はい、この方何、この人がもしかしたら一説にはですけど、あの日本人のルーツじゃないかっていう言われている方で、この方がこの港川の方で発見されたんですよ、この骨が。いや、平中チャンピオンに似てない。ボクシングの平中。あれだって、はい、あの玉伏だよ。そうなんですか。そう、この方が岩の割れ目に挟まっていたんですよ、この方の骨が、はい、なので、まあ、生活はできないだろうってことで、じゃあどこで生活をしていたのかって考えられて、この洞窟で生活をしてたんじゃないかって考えられて発掘調査始まってるんです、ね、うん、したんだ。なるほど、はい、
このこれから行くガンガラの谷というのは、こういう古代人がここで生活をしていて、実際に歩いてたんじゃないか、見てたんじゃないかというところ。水もそこを使ってんだ、はい、水。お水ですか、ね、あ、川もありますし ね、そこを取ってんだ、だから、はい、そうなんですじゃあ実際に行ってみましょうか。はい、はい、お願いします。行きましょう。いやー、やっぱすごいところがあるんじゃないかよ沖縄、うん、もともとサンゴなんですか。はい、サンゴなどの生き物だったんです。いや、確かに こそう、大昔は海の中だったんですね。こんな張ってんだね、はい、あれ竹、あれ沖縄の竹ではなくて、昔地元の方が隣の台湾からもらってきて植えていったそうなんです。これはだけど、こんなに大きい、太くなる世界最大の大きさになる種類で、これこんな皮ないぞ、これこの皮ちょっとあの大きいですね。伊勢さんが竹の子を持ってますそう、これだ、竹の子ちょっとなんかもう取れちゃいましたけど、はあ、はい、すごいな、これ、すごいです。これ置いとくよ、はい、これ竹の子ですからねあの崖の真ん中ぐらいに、うんうん、ネズミの前歯みたいな岩があるの見えますか。 あ、はいはい、あれ、さっきの洞窟にもたくさんあった鍾乳石なんですよ。あの専門家の方がこっちに来て言ってたんですけど、ああいう鍾乳石って普通洞窟の中じゃないとできにくいよって、はい、でもできてますよね。なんで外で、そう、ということは昔はあの崖の上から天井がわーってあった洞窟だったんじゃないかって言われてるんです。 これも、はい、この中も全部こうなってた可能性が、はい、それが数万年前、いつの日か天井が崩れて横だけ残った今谷になってますね。私たち今ずっと谷底を歩いてきてます。これ、はい、ガンガラの谷です。あれが見えるってことは想像つくね。この川に今でもオオウナギとかスッポンとか住んでるんですよ。そうだろう、はい、天然の、天然の、ね、いや、わかるこの中だからあれだよ、もう60年ぐらい前、小学校の頃は、はい、天然のウナギとか取りに行ったもん。あ、スッポンとか。あ、そうなんですね。石垣島のだから川にいたんですよ。あ、天然の、天然取りに行ってたんですね。そう、もうね、取れたらすごいよ、一匹でもだけど俺掴んだことあるんですよ、天然のウナギを、はい、うん、ウナギツルツルってしますもんね。そう、これ追い込んでね、角にこう、うん、そこで取っていくのよ。絶対真ん中では取れないから、うなぎを追い込んでって逃げれないところに行って掴むんだけど、ぬるるだけど、だけどやっぱり掴んだな、うん、すごいですね、天然に掴んだことある、うん、すっぽんとこですね。すごい、かわし方がやっぱさすがでした今、はい、待って、いや、だそういうトレーニングしていたんだから、はい、そうですよね、そう、目の前でかわさないとパンチもらうんですよ。すごかったです今の、ね、すごい、ね、やっぱ俊敏でした。そうそうそう、あ、ここに一つ洞窟が、洞窟ですね、母の神、はい、縦穴なので中までは入れないんですけど、意味がある。そして昔からの女性の神様がいる場所としてずっと拝み続けられているところです。ここね、はい、あ、分かる。安産とか良縁をお祈りされてます。これも手合わせたくなりますね。そうですね、縦穴なんですけど、まあ、入ってみた人がいてすごいものが見つかったんです、はい、これです、はい、これ、はあ、ちょっと待って、あら、わかりますか、これ、はい、これおっぱい、あ、はい、そうですね、これは、これ後ろ、はい、何、女性のような形してますよね。おそらく誰かが昔松明か何か持って奥まで行って見つけて、女性の神様がいるんじゃないかって言って拝み始めたのかなと思います。いや、これ撮った人すごくない？すごいですね。そうですね、うちのスタッフが専門家の方と撮ってきたんですけど、この写真は今2個しか写ってないんですけど、周りにたくさんあるそうなんです。これは、はい、びっくりしたんじゃないですか。すごいです。
これまた作ったのこれ。これすごいちょっと。作ったのこれ。上道路なんですけど。ね、一般道路なんですけど。道路。はい、あの道路と一緒に作られたトンネルです。はい、ただのトンネルです。あ、そうです。この鍾乳洞なんですけど、ここを抜けると、あのウフシュガジュマル。ガジュマル、はい、大きなガジュマルの木が突然現れます。はい、はい、いやすごいですね、鍾乳洞。僕の身長だ、まあ、大丈夫なにすごい、なになんですかこれは。これうわもしかしたらあの、はい、あのガジュマル、ガジュマルですウフシュガジュマル、世界一大きいガジュマル。そうですかね、これは世界一だなすっごいですねこれ、これはこれは、はい、石垣島にもなかったな。このガジュマル何、崖から下は全部根っこなんです。根っこ、はい、細い根っこが集まって成長してあんな風になってるんです。へ、はい、これまたうまく抜けたなそうです ね、 ねえよかったね、この木ガジュマルよかったよ、苦しまないでちゃんと開いてるもん。そうですね、これはこれが本当のパワースポットじゃないかな、パワーこれうわーすごい、これいやこれちょっとこれ上がってもいい運動になるな、これ木の森したいですね、これここほらこれなんかないか、大会ガシマロン登る大会、大会ないこれいやちょっと触っておきます、私も触っておきよ、絶対エネルギーいっぱい持ってこれはもう大変なことだよいやーこれでっかいよこれすごい、これ大体何年くらいかけてこうなってるんですか。じゃあ推定なんですけど、はい、150年です。150年後こうなるんですね。そうなんです、意外と若いですよね。スカイツリーみたいだな。さあ今日一日どうでしたか。本当に今日一日で沖縄のいいところをさらにギュッと知ることができた気がします、うん、もう本当に大満足の一日でした。あれ僕一人じゃ絶対絵にならないないやあれ田崎さんがいたからねすごい絵になってるんですよあれは。そんなことないです。でも本当に楽しい一日でした。よかったよ沖縄さらに大好きになりました。本当にありがとうございました。いということで私はそろそろ森へ帰ります。皆様ありがとうございました。お疲れ様でした。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。どこ行くの。本当にあの方キジムナじゃないの、もしかしたらそうだったのかもしれないですね。ガジュマルして人からなんかもしかしたらこっちに寝るんじゃないの、もしかしたら戻ってくるんじゃない、キジムナは。ちょこっとたまに現れるかもしれないですね。妖精みたいだったからな。次回はクリスマス直前、盛り上がること間違いなしのボードゲームをご紹介します。変わったんだけどちょっとやっぱり遅いね